加藤さんからです。あら、加藤さんに戻ったんですね。前回は小田原でしたもんね。メッセージですね。今日の朝、妻から今日は何の日と言われ、何の記念にも思い浮かばなかったので、適当にサンキューと答えました。すると、それじゃお笑い芸人のファンサーじゃない、レミオロメンの3月9日だよと言われてしまいました。皆さんが瞳を落とした時にまぶたの裏にいる人は誰ですか。あー、いいですね。私がこうまぶたを落とした時にいるのは、いつも応援してくださっているリスナーの皆さんです。というわけで聴いていただきましょう。今日はこの曲です。レミオロメンで3月9日。